はい皆さんおはようございます、えー。今回は英語の検定試験という、えー、お題でお話をさせていただきたいなと思います。大西です。よろしくお願いします、えー。今回はこの国連英検って書いてますけれども、このあまり聞いたことのないような英語の検定について、えー、お話をしたいなと思いますが、国連英検とは何かっていうね、えー、よく聞かれるんですけれども、まあ、簡単に言うと国連について英語で受ける試験ですよってことですね。英検普通のあの でいわゆる英検っていうのは、まあ、国連についてやってるわけじゃないんですけれども、まあ、もう少し一般的な話とか、まあ、少し学術的なことをやったりしますけれども、国連英検はもう国連のことについて、こかつこの国際情勢とか、ね、についてゴリゴリやっていく試験ですね、はいでえー。英検と同じように Q が分かれています、はい。国連英検の場合はこうアルファベットで示すんですけれども、E から始まって、E が一番、まあえー、基本的なレベルですね。から D C、B、A、そして特 A っていうのがね、その A の上にあるんですけれども、これが一番難しくて、えー、特 A 級はおそらく国内の英語の検定では最難関と言われてるんじゃないかなと思います。で、僕も、あのー、10年ぐらい前にちょうど受かったんですけれども、これはね、非常に難しかったですね。A、あのーうん、検とはちょっと比べ物にならないですね。あの特 A 級は多分 A 検1級よりかなり上。 5位のレベルがまず、英検1級、もカバーしてるんだけれども、それ以上のものを求められるので、医学用語とかも出てきますね。はい、というわけで、特永級っていうのがあるんだっていうことですね。はい、じゃあ、その特永級国難、国内最難関って書いてますけれども、どれぐらいなのかっていうことで、ちょっと例題を出してみました。これがね、ウェブに載ってた、実際の過去の問題で、これを引っ張ってきました。 How has Japan's nuclear crisis affected the future use of nuclear energy around the world? というわけで、まあ日本であれですよね、あの原発の事故がありました福島で、えそれが世界における原子力を将来使っていくにあたってどんな影響を与えたんだろうかということについて論じなさいっていう作文ですね。これがね。えー 100点あるうちの20点、この英作に使われるんですよ。に英作に配点がいくんですよね。で残りの80点、何かっていうと、あのまずは10点が国連の知識について純粋に問う問題ですね。あの英文があって、それの空欄が入ってるんですけども、その空欄は語学力では解けなくて、国連の知識が入ってないと解けない問題。例えばね、えー、難民高等弁務官事務所っていうのが UNHCR っていうのがあるんですけど、それが、えー、いつ、どんな章を えー、まあ、もらったかとかね、そういう風な問題が出てきたりしますし、えー、これはねこう読んでないといけ分からないです。うん、でもちろんあのちゃんとあるんですよ、このテキストっていうのがね、あの分かりやすい国連の活動っていうのがあって、まあ、改訂されてるんですけど、昔は僕が受けたときは緑色のねあの表紙の本だったんですが、今はちょっと青色に変わってるみたいですね。はい、というわけで、特 A 級の場合はこの A 作文が20点。で残りの 80点は最初に言ったその10点がまあ国連の知識の問題、その後はもうほとんど全部が、まあ、70問ぐらいが全部読解問題ですね。はい、あの文章を読ませながら文法的に間違っているところを探させる問題だったり、えーほえーまあ、語彙を挿入、ね、させるような問題だったり、あとは純粋に読解問題で、その読解に出てくる難しい英単語の意味を選ばせる問題。 もうこれはね、本当にいじめじゃないかなと思うぐらいの英語の試験でしたね。うん、これは、解いてて非常に苦しかった記憶がありますね。で、それ80問やった後でこれですよ。で、これは、あの、特英級の場合は200語から250語書かなきゃいけないんですよ。で、昔はね、その書いた語数まで数えて書かなきゃいけなかったんですよ。2 2 5語書きましたとかね。今は多分そういうのないと思うんですけども、10年前はそんな感じでしたね。はい。 というわけで、これが、まあえー、国内最難関と言われる特営級、国連 A 権の特営級のまあお話なんですけども、じゃあこれに苦労して受かったらどうなるのっていうことで、これあの僕の、ね、合格証書なんですけどね、えー、こんな風に合格証書がまずもらえます、紙でね。で、もう一つこのカードみたいな感じであのもらえるんですよ。これですね。はい、私の場合はこういう風になってるんですけど、今ちょっとあのデザインが変わってるのかな。僕の場合は2010年に、えー、の初頭にもらっ、えー、いただいたものなんですけれども、 えこういうふうういににカードがもらえるようになってます、うん、で合格すると、はい、合格証がもらえる、でもう1つ、ねあのー、メリットなのはあの国際公務員の選考試験の一環として一緒で、ねあのー、1つの、えー、種類の中で語学の審査対象として特益を持っているとレベル認定されるんですよね。うん、なので、この特益を持っていると国際公務員になりたいという人においては1つ足がかりになるというか、ねあのー、ステップになる。 ということで非常に、えー、モチベーションが上がる、上がりやすい試験かなと思います。ですが、本当に難しかったですね。僕の場合は2回落ちましたね。で、3度目の正直でやっと受かったっていう感じで、えー、その前にね、国連あじゃなくて、えー、英検ですね、英検の1級は受かってたんですけども、英検の1級受かったあとで2回落ちたんですよね、この特英級にはね。なので、本当に苦しみましたけどあの、勉強してよかったなと思いますね。 でまあ、なんで勉強してよかったかなというと、メリット、もう一つだけですあの、僕、一つだけまとめて言っておきますが、やっぱりね、英語と国連の知識が一気に身につくんですよね。もう新聞も読まなきゃ分かんないし、もうついていけないし、で、あの国連の,そのテキストってありましたね、緑色の、あのテキストも読まなきゃいけないし、で問題がすごい難しいんですよね。はい、ですが、こういう英語の難しい試験に挑戦していきたいっていう人、英検じゃ物足りないっていう人、統一九じゃ物足りないっていう人。 これは国連権おすすめです。すごい難しいですけど、受かった時の嬉しさ、えー、っていうのはもう半端なくね、えー、嬉しいものがあると思います。はい。ぜひとも皆さん、あの、国連の特益級を目指して勉強してほしいなと思います。もし興味があればね、こういうのも見ていただければなと思います。はい。今回は英語の検定試験ということで、国連英権についてお話しさせていただきました。はい。皆さんご清聴ありがとうございました。